まあでもうちの銀太さんのレベルになるとね、まあインドネシアのバリ島のインドネシア人以外がいっぱいおる、もうヨーロッパとかアメリカ人とかがいっぱい来るようなクラブに行って、うん、ちょっと押されたらしい、ドンみたいな。でそれショーが後ろに乗ったらしいよね。でふざけんなみたいになった時にショーが、いやいやいや銀太さんみたいな、その銀太はここでアジア人舐められたらいかんみたいな、いくらなんでもアジアンヘイトやけんって言ってアジア人舐められたらいかんやろってショーに言ったらしいね。喧嘩相手アジア人やったらしいでシンプルに銀太が押しただけね、それってアジア人じゃない人に向かって言うことやん。確かにアメリカ人とかヨーロッパから今ねこういうご時世ですか、ちょっとアジアヘイトとかもありますよね。そうそうそう、うん、まあ、アジア人じゃ舐められがち、うんうん、それはもうしゃあない、うん、ね。で肩ぶつかってわーって揉めた時にちょっと銀太さん、うん、やりましょうよ、アジア人舐めちゃう、舐められたらいかんやろ。確かに、おいどこ出身じゃい、相手アジア人でしたしおもろあいつ、うん、何なん、そんなことある、そんなことあるね、見たらわかるやろ。アジア人同士の喧嘩でアジア人舐められとうことないよ見たらわかるやろそんなの、うん、おもろ。イケてる奴らでも